残留も危ぶまれますね。まだ試合は残っていますから、ここからどう盛り返すかに注目しましょう。前半開始です。ボールを運びゴールに襲いかかります。カバーニ。ボールが中盤でカットされました。ボールを返します。パスは精度に欠けました。タッチを割ってスローインです。カバーニ。ここは中央の選手にクロス。いいボールでしたが、ここはクリア。ここでためを作ります。パスを難なくコントロール。素晴らしいロブです。ここはボールをキープ。ディフェンスをものともしません。ひとまず前に出しました。ボールを失いました。ここはサイドに持ち出すでしょうか。キーパーが軽く抑えました。カバーニ。ここはドリブルで前に出ます。守備への切り替えが早い。ここで止めます。ここで網にかかる。これはチャンスだ。試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。あの距離からはきっちりと決めてきますね。はい、近すぎても意外と難しいものですが、落ち着いていましたね。危険な位置です。緊張感が増してきます。うまく読んだインターセプト。いい形でゴール前まで持ってきました。このパスはダメでした。通りません。味方のサポートも来る。いいクロスだ。ボールをクリアしたい。ボールを取りました。さてどうする。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。強い。体をうまく使います。ボールを取った。深くえぐってからのクロス。さあスタジアムのテンションが上がります。これはディフェンダーを越えません。ここでスローイン。
ボールを運びゴールに襲いかかります。サイドへ展開していきます。カバーニ、パスコースにはディフェンスがいます。横へ展開、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。危険な位置です。緊張感が増してきます。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。あっとこぼれた。いい形でゴール前まで持ってきました。ここはちょっと軽率なスローイン、相手ボールです。ルーズボールになった。スコアは後半戦の開始です。さあスタジアムのテンションが上がります。ちょっと危険なプレーでした。フリーキック、ボールを運びゴールに襲いかかります。あっとここで奪われるとピンチです。出足が鋭い、カットします。危険な位置です。緊張感が増してきます。ドリブルで進んでいます。ラインを割りました。ゴールキックです。カバーニ、横へ展開をします。これは打ってきた。キーパーのファインセーブ。あの距離からのシュートによく反応しました。サイドからの攻撃へ向かいます。頭でつなぎます。クリアが小さい。ここはサイドでカットしました。パスをこの位置で防ぎます。いい形でゴール前まで持ってきました。ルーズボールになった。
ゴールに向かっています。ディフェンスが冷静に対応。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。キーパーがクロスをパンチング。いいカットです。ボールを奪いました。さあスタジアムのテンションが上がります。そのまま返します。ここはドリブルで前に出ます。いいクロスが中に入った。これはキーパーが難なくセーブ。コースが少し甘かったですね。さすがにあれは決めさせてくれません。ボールを運びゴールに襲いかかります。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。入るか。タックルで止めました。コーナーキックです。先ほどのシーンもご覧ください。よく止めましたね。素晴らしい反応です。このクロスはやすやすとカットされました。危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールを前に運んで主審はファールを取ります。カバーニ、がっちりキャッチです。観客のボルテージは最高潮に達しました。ホームチームにとって大切なプレーとなりそうです。このチャンスをものにして試合を確実なものにしたいですね。いい形でゴール前まで持ってきました。クロスが入りました。ドリブルで相手を揺さぶります。ゴールキーパーがよく飛び出しました。ボールを抑えています。これは見事なパスカットです。さあ揺さぶりをかけていく。カバーニ、ここで網にかかる。ヘッドを使ったパス。この攻撃で最後となりますか。決まれば同点に追いつきます。ここでタイムアップ。